い、どうも皆さん、こちら TK タッグです。よろしくお願いします。バッキリと言いますけども。本日の企画はこちらです。ドン。大喜利アプリポケテに、自分の自撮りをアップしたら回答は来るのかというね、くだらない企画になっております。はい。ポケテっていうアプリは、画像で大喜利をする、なんか写真で一言みたいな感じのアプリになってるんですよね。で、そのボケる画像も回答も全部そのユーザーさんが送れるようになってます。僕これね、もう結構5、6年間使ってるんですけど、自撮りをアップしてる人一人もいないんですよ。どこかで拾ってきたような画像とかはあるんですけど、で今回使用する写真こちら、ドン。はい、見てくださいこれ。これなんとも言えない、こうなんか明後日を見てるような顔面ですよね。このブサイクな顔をね、ボケて乗せてみようと思います。はい。タック TV。 はい、はい、行きます。ここでもう吹き出しも何にもなしで投稿していきたいと思います。はい、カテゴリー人物で、まあ著作権には大丈夫ですよって、だってこう自分の顔面だから大丈夫ですよってことで、でこちら一応著作権とか厳しいんで、皆さん気をつけてください、ね、もし投稿される際は勝手に友達の写真乗っけたりとかやめてくださいね。はい、じゃあ行きます、カテゴリー。はい、はい、行きまーす。はい。あら、ちょっと待って、ログインする。ログインしないといけないから、すいません、準備が悪いってね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね、ログイン完了でございます。じゃあ行きます。行け、俺の顔面。はい。はい。あー、行くよ。あー、行っちゃった。行っちゃった。このお題でボケるって。まあ、これで回答が来るまで、ちょっと待ちたいと思います。はい。はい、というわけで皆さん、回答が来てるか、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと眠たい。はい。あれ？あれ？あれ？結構来てる。結構来てますね。ちょっと1枚目、1個目、1個目、どうも、はい。最近の自爆霊、自撮りで視聴する。誰が自爆霊やん。誰が自爆霊やん。誰やん、こいつ。4時間前に。はい、次、ドン。かもなく、不可もなく。顔がね、確かに微妙すぎるからね。確かに。うん。これまで見ていこうか、次。どうも、はい。かわいそう、おい。かわいそうって。かわいそうって、おい。おい、何やねんな。おい、しかもこれだけ、おい、なんか星が3つついてる、おい。おい、評価、なんか星3つもらっとるわ、これだけ、お前、かわいそうだけ。なんでやねんな、おい。かわいそう。かわいそう、かわいそうですね。はい。ということはですね、じゃあ何でしょうね。検証結果こちら、ドン。メンヘラの人は、自分の過去の出来事や元彼とのことを SNS に書くのではなく、ボケてに自撮りをアップすると心配されるよ、パート2っていう。あら、なんか最近俺なんかメンヘラ対策企画みたいになってない？大丈夫これ？次回はですね、ボケてに安倍総理大臣の膝の裏を投稿してみたでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。関連動画もどしどしありますので、どんどん見てねーって、こうどんどんどしどしってこの場で作ったやつでやるとこうなりますよね。お疲れでした。